爆撃空爆食らった後の状況が目の前に出てきて、ゴンと音がしたかと思ったら一瞬にして波に飲まれる、全部流されて全部焼けて、正直怖くて途中で手が見えた、途中で足が見えた。誰も流してない人っていないと思うんで、親二人はその時亡くなった。気持ちは結構ずっと置いてけぼりでしたね。ボランティアバスで来てくれたボランティアさんたちがいて、声かけられて助けられた。すごい助けられた。来てくれたおかげで街が明るくなったし、もうガラッと変わりましたよね。石巻雰囲気みたいなのが変わったことだけは分かってて、たくさんの交流がより生まれて、不思議な感じというかごちゃごちゃな感じを知ってもらえたら、震災を伝えなきゃいけない、恩返しのために私はここにいるような感じがする。石巻にいる意味、とにかく一回来てみてけらいね。